三遊亭小縁朝は落語家の名跡。四代目の死去に伴い、現在は秋名跡。三遊亭小縁朝、縄文、高崎線二代目三遊亭小縁朝から1923年8月13日は落語家。本名は吉村忠次郎。二代目三遊亭炎章門家の三遊亭窓家流の息子。八歳の時から初代。 三遊亭窓かど下に入って、遠平の名で寄せに出演している。一時期六代目、桂文治門下で、桂文之助と名乗っていたこともあるという。十五歳の時に、父の弟、弟子、三遊亭窓か朝の門下に入って、朝松となる。前座を三年務めた十八歳の時に、縁朝や四代目縁将が名乗った由緒ある名である、三代目立花屋将、縁、ふとしを名乗る。 職望されたにもかかわらず、女性問題や借金でしくじり破門寸前までになったため、一時期土砂回りに投じた。25歳の時に帰郷して師匠縁や朝に謝罪し、三遊亭窓か花,花を名乗り再出発する。1885年には、元の昭園太市に戻り、1893年頃には、初代三遊亭金馬に改名し新内の看板を上げた。それまで、 立川金馬として受け継がれてきた金馬の名であるが、金馬は初めて三遊亭の帝号を名乗ったので、初代三遊亭金馬である。1903年8月に、三遊亭窓カバに改名したが、大阪に存在していた窓カバから苦情が来たので1905年1月に、三遊亭小園朝に改名することになった。同年には、第一次落語研究会発足に参加。 後に一丁となった、初代荘園朝は公認ではないから大数に入らないため、吉村忠次郎の荘園朝が初代であるという藤浦三州の言葉によって、初代荘園朝を名乗ったというが、現在では、一丁の初代荘園朝の方を初代というようになっている。1922年に中部に倒れ、 一旦回復したものの静岡巡業中に再発したため東京へ帰ったがすぐに死去した。去年67、実施は三代目昇園朝である。得意ネタは、師匠園朝譲りのものがやはり多く、ボタン道路を、あんな格差さん、世事や女の子別れ、星野やなどがある。また、五代目古今亭新昇門二代目昇園朝門下で落語家人生をスタートとさせている。 三代目三遊亭小園朝は、東京府東京市下役出身の落語家。本名、吉村幸太郎。出林は、小丹屋。祖父は、三遊亭窓カレ父は二代目三遊亭小園朝という落語一家に生まれる。落語には、興味なかったが、高等小学校卒業の1907年2月に、父の門下で朝末となり、 二三年ほどで二つ目に昇進し昇園地と改名する。父の土砂周りに自身もついていき、二年ほど経った後に帰郷する。それから1917年2月に、新内昇進して二代目、立花屋窓かの助を襲名。後に四代目立花屋縁蔵に預けられ、1922年5月に四代目、三遊亭窓か立花を襲名。翌年父昇延朝が死去し、 1927年3月に3代目、昭円朝を襲名。一時立花の,のや、園、京の襲名を計画していたが戦争が、始まりそのごたごたで襲名が実現せず、1943年5月には、船遊天神橋と名乗らされるが、1947年3月には、昭円朝に戻している。1967年7月、 脳出血で倒れ口座に上がらぬまま1973年、没した。地味であるがしっかりした、江戸前の芸の持ち主で、シワイや、ゴンスケ上鎮、あくびシナンシャミセンクリゲ、祖骨の釘、カサゴ、二番戦時など持ちネタは多かった。しかし他の大看板の影に隠れ勝ちで、寄せの出番も浅く不当に評価された嫌いはあった。一方、若手や、 大学の落語研究会の稽古代として多くの人物を育てた。晩年、東大の地見の主となり、後世の落語研究家を多く輩出した。遺跡四代目三遊亭江に朝は、東京都豊島区出身の落語家。演学一門会所属。本名、高橋修母。出林は、下田市三番荘。父は三代目、三遊亭窓かの助。母方の祖母は、 漫才師の大江翔子。祖父は漫才師の大江茂。代々木高校在学中に父が死去。落語家は苦労すると思い、芸会には入らず、運送会社などでサラリーマンを経験する。しかし諦めきれず、1992年に10代目、柳屋子三治に入門した。2年ほどで破門され、落語会から退くが、亡き父、窓かの助の弟弟子で,である6代目。 三遊亭窓か立花に再入門を許される。二つ目の間は、父と同じ四代目窓かの助を名乗っていたが、2005年の新内昇進と共に、父の師匠の名である昇園朝を襲名した。新内昇進と襲名の話は、大師匠にあたる五代目円楽から2001年の正月に、同年秋にという打診があったが、師匠の円立花が三代目昇園朝の33回期に、 合わせて襲名させたいという意向を持っていたため、2005年の昇進となった。六代目縁立花一門の総領弟子であった。前座に太鼓などの稽古をつけ、演楽一門会の技術向上に貢献した。日本ハムファイターズの大ファンだった。最優定賞を演朝、再生落語会などを開催していたが、2018年11月末にインフルエンザに罹患し、入院。 同年12月15日6時25分、肺炎のため、東京都の病院で死去。49歳没。生前最後の講座は、同年11月12日千葉県南房総市、富浦と三浦元気クラブ、11月16日千葉県、立山市近大寺の落語会の一席となった。佐藤智美、江戸、園芸会最新情報トピックス、最優定小園長氏請求。 東京河原版2月号。P24、たやゆき、宿。新内昇進園の序改めめ4代目。三遊亭昇園長東京河原版5月号。2005年5月1日。16から17ページ。三遊亭一万立花。落語家5代目演学一門会生体録2013。ワイズ出版。 p 三百三十四 i s b n 九兆七千八百四十八億九千八百三十万二千六百四十四うちの一問では、下のものは、太鼓はみんな、兄さんから教えていただいてる四代目三遊亭一万、立花。三遊亭小縁朝、再生落語会。四代目三遊亭一万立花公式サイト。二千二十一年十一月一日時点の、オリジナルよりアーカイブ。 2021年11月1日閲覧。12月7日、第2回三遊亭小園朝、再生落語会についてのお知らせ。三遊亭長吉の登録2018年12月7日、落語家の4代目、三遊亭小園長さん死去、49歳から、読売新聞2018年12月17日、AB 三遊亭小園長さんが肺炎で亡くなる、49歳。 スポーツ報知2018年12月17日、プロフィール、ウキマワイワイネット、2019年9月12日閲覧、ありがとうございます。